窓の鍵閉めた。この車、やだ。タイヤは大丈夫？予約はもう取った？なんか、焦げ臭いよ。車も借りたいんですが。トムに何通手紙を送ったの？それ、なんていうお店で買ったの？それについては、もう謝ったじゃん。数学って、どうしてあんなに難しいの？トムはサンドイッチに3ドル支払った。トムは一人で暮らすのが嫌だったんだ。トムは中古の自転車を30ドルで購入した。トムの聴力がだんだん悪くなってきてるんだ。こちらはトムさん、私のヘルパーさんなのよ。トムがいないんだよ、どこにいるか知らない？トムはフランス語で言いたいことが言えなかった。トム・ジャクソンという男性を探しているんです。メアリーは怒らないだろうってトムが言ったよ。その件につきましては大変申し訳ございませんでした。トムはまだオーストラリアから戻ってきてないと思うよ。